グランフロント大阪オーナーズタワーとは大阪市梅田の複合施設グランフロント大阪にある超高層マンション2010年に建設が開始され2013年4月に竣工建物の高さは174.2メートルで梅田地区周辺の超高層マンションではシティタワー2周梅田に次ぐ高さであるグランフロント大阪の C ブロック地区に建設され 2013年4月のグランフロンと大阪の町開きと同時に竣工。倉庫数は525個で、駐車場は268台ある。積水ハウス、三菱地所レジデンスなど数社で分譲。災害時に備えて免震構造を採用し、非常用自家発電や防災備蓄倉庫などが設置されている。また、ミシュランガイドで5つ星に定義されている。 インターコンチネンタル大阪のコンシェルジュやポーターサービスなどが一部提携されている。2015年1月の時点で日本において5つ星ホテルと提携されているマンションはトラノモンヒルズとグランフロント大阪オーナーズタワーのみである。積水ハウスニュースリリース2011年9月27日閲覧ありがとうございます。